Jetzt, wir sollten was gegen ihn tun. Ich lasse ihn zu. ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。はっ、こいつがカブト。ここに何をしに来られたんです。あなたこそ。つうか、サスケに何してやがる。さっさと解き上がれ。落ち着きなさい、カリ。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつっても、あいつ サスケの着を感じる。なんで？僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを？そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、 よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということは、イタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。 イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕に願いなんだ。サスケ seine Verbündeten bekommen, was es musste.
richtig feucht. Beendet. So, jetzt kann ich noch eine neue Geschichte hier. Großer Endkampf, der Mann, den man Kabuto nannte, die unendliche Reinkarnation des Sinami Kamana Shamati Badita Bindadita. Ungefähr so muss es heißen. Izani, Izanami. Orochimaru-sama. Kabuto-san no kangae o kaeta, sono, Izanami? Te jutsu wa, donna jutsu nan suka? Izanami wa... ウチハに伝わる道術の一つ。一度術にはまってしまったら、その考え、いや、心を入れ替えねば、決して抜け出すことはできない。過ちを認めるまで、永遠に同じ出来事をループすることになるのよ。僕はずっと間違っていた。自分以外の何かになり変わることで何でもなせると妄信していた。でもそれが過ちであることをイタチは教えてくれた。己の失敗に怯え、それを認めることから逃げているだけだと。だからといってすぐに認められるわけがない。何度も何度も何度もループを繰り返した。僕こそが完璧なんだ。わからないのか。お前は決して完璧ではない。ウチハイタチ！So ein Flashback-Kampf müssen wir jetzt machen. Okay. Cool.このループから逃れる術はあるはずだ。今の僕はイタチ以上の存在に解けるようになる。さあ、なるほど。いや、せいかも。逃がそう。先方、迫撃の術。先方、無期転生。行き過ぎてるだろ、この力。僕はオロチマル様に成り代わり完璧な存在になった。なぜ？それが僕の力だ。間違いなどなかった。せい。状況は変わらない。前に戦った時と同じだ。君を倒せばどうなる。いや、ボルフオタロスイボルフ逃がそう。ここはウチハイたち。僕こそが完璧なんだ。僕は何も間違っていない。これまでもこれからもだ。僕は何度でも立ち上がるさ。君を倒すまでね。先方、まさかこれもループなのか。先方、無期転生。行き過ぎてるだろ、この力。
僕は一体。Ich finde die Schlange cool, ne? Aber könnte sie nicht einfach aus dem Balkon rauskommen? Tauschte Hasna noni. Atarupka! Nani ga machigatte iru? Boku wa kanpeki na hazu da! Wakaranai no ka? Omae wa keshite kanpeki dewa nai.完璧である僕が僕なら完璧でない僕は僕ではない。じゃあ今の僕は何だ。何度もループするにつれ僕の精神は摩耗していた。考えがまとまらず自信も消えうせ。わからない。僕が様々な記憶が体の中から消えていくようだった。だけど、どうしても消えない記憶があったんだ。それは、幼い僕に本当の安らぎを与えてくれた記憶だった。あの時、あの場所で、僕は確かに兜として存在していた。どんなに姿形が変わっても、あの時の記憶は変わらない。そして名前も変わることはない。僕は僕のままで、ずっと昔から兜のままだった。そんな単純なことが僕は分からなくなって、そして自分に他人を上塗りしていたんだ。それがやっと分かった時、そこで解放されたというわけで。そう。いい風じゃない。Der Mann, den man kaputt nannte. Ende. Das war das, oder was? Hey. Fast die eine Mitte erreicht, ne? So, meine Chicos und Chicas draußen, das war's jetzt erstmal damit. Das war jetzt die erste Aufnahmesession seit Ewigkeiten wieder. Wir sind bei 58 Minuten nach Urlaubzeit. Bedanke mich soweit fürs Zusehen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Schreibt einfach alles unten in die Kommentare rein. Ich würde mich riesig freuen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Und zwar an meinem Twitch-Kanal. Bis denn dann, tschaußen!